また泡沫空間ですね。つむぎお姉様とご一緒できて嬉しいです。甘い、おいしい。つむぎお姉様、どうかなさいました？お姉様。あ、嘘、私のマカロンは？つむぎお姉様、ここ泡沫空間？そうです、また落ちてしまったみたいです。つむぎお姉様は寝てらっしゃったんですね。私のマカロンが夢だったのか。くぅ、マッカ…あー、夢ならせめて食べ終わるまで目覚めたくなかった。あ、つむぎお姉様、泣かないで。お姉様がこんなに泣くなんて。私のマカロン、マドレーヌ、フィナンシェ、バウムクーヘン、クレープ、チョコチップクッキー、パウンドケーキー。暗号？呪文かも。ポテチもおせんべいも好きだけど、やっぱり甘いもの、チョコレート。はあ、つむぎお姉様、気をしっかり持ってくださいませ。こんなんでしょうか、冥界の正気に侵食されてしまったのでは。冥界に詳しい小耳様に見ていただくべきですよね。私じゃ何の役にも立たない。泣いてる場合ではありません。つむぎお姉様の窮地、お付きの私が何とかしないと。ここで待っていてください、つむぎお姉様。私が出口を見つけてすぐに戻ってきます。ひよちゃん、待って。ちゃんと目が覚めたから。いきなり泣き出したり叫んだりしてごめん、驚いたよね。つむぎお姉様、無理してはいけません。ここは私に任せてお休み。本当にごめん。夢で、そのおやつ食べる夢を見て。おやつ？スイーツ食べ放題のすごい夢で、目の前にずらーっとお菓子が並んでて。はい。マカロンなんて一体何種類あるのかって積んであって、あれ 36？ ううん、72色はあったよね。どんな味なんだろう。はあ。それにね、憧れのアフタヌーンティーセットがあってね、三段テーブルにおしゃれなスイーツが。食べたかったー。お声をかけてしまって申し訳ありませんでした。どうお詫びをすればいいのか。え、私が声をかけたばかりに、つむぎお姉様の幸福な夢を壊してしまったのです。ここはやはり、責任を取って自害用の毒薬を。しなくていいから、薬出すのやめて！ですが、つむぎお姉様があんなに泣くなんて。ただの夢だよ。おやつの夢で号泣しちゃった私がダメダメなんだけど、責任取るとか言っちゃダメなの。つむぎお姉様は優しすぎます。そんなことないよ。イオちゃんの方がずっと優しいよ。そんなことありますよ。つむぎお姉様はやはりずっと無理して我慢してらしたんだ。え？おやつ食べられなくて泣いちゃうくらい。本当は元の世界が懐かしいのでしょう。なのに今までそんなところを見せずにずっと我慢していらしたのでしょう。そんな大したことはないよ。食いしん坊なだけじゃ。調律の巫女として世界を救おうと自らの望みを犠牲にしていらしたんですね。いや、そのイオちゃん、いくらなんでもおやつと世界をくら…なんて尊い。だから待って、ちょっと待って、落ち着いて。私はつむぎお姉様を尊敬いたします。おやつ食べたいって泣いて尊敬されるのってあり？ないよね。もともとがイオちゃんは調律のミコマニアっぽかったから暴走して限界突破？
そうです。つむぎお姉様、ここでもう一度お休みになりませんか？え？休むって？眠ればおやつの夢が見られるかもしれません。次は邪魔しませんし、眠っているお姉様は私が守ります。マカロン、いや、アフターヌーンってセットとやらをご堪能ください。いやいやいや、もう眠くないし、同じ夢見るかわかんないし、ホームズ空間にだって敵は出てくるし。大丈夫です、敵なんて私がやっつけます。私にお任せください。うわぁ、イオちゃんの目がマジだ。膝枕をして差し上げたいところですが、敵が出たら戦わねばなりませんから。座って私の肩にもたれるくらいなら。さあ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 、どうぞ。どうぞって、だから眠気なんてもう。敵手、もう紬お姉様の眠りを妨げるとは許しません。やっつけないとね。いいタイミングだよ、大骨くん。よろしくね。心して。行きましょう。その調子です。キャッ、それ。敵が出現します。立ち止まり、やっ、滝落とし、やっ、死に事だ。起きました。どうだ。
まだまだ。ザレ。になったよ。いい感じです。なんだか嫌な感じがする。つむぎお姉様、地中に勝つありです。ちょっと強そうな気がする。特大のをお見舞いしてあげます。いいお姉様。負けない。ずっとしっございませんか。
ふふふ、上忍に昇格といったところでしょうかね。無粋なきガイどもでした。じゃあ出口を探そうか。いえ、義外もやっつけましたし、これで紬お姉様も心置きなくお休みになれますから、どうぞ。どうぞって言われてもねえ。家の中でくらい紬お姉様は自由になってほしいのです。幸福な夢を壊したのは私なんですから。イオちゃん、あの、そんなに思い詰めないでよ。いいえ、ここは泡沫空間です。現実ではない場所です。せめてここでくらい紬お姉様が望みを遂げてもいいはずです。いいおっちゃん、だからさ。お好きにしていいんです。お休みになってください。紬お姉様は我慢しすぎなんですから。いいおっちゃん。はい。そろそろやめないと私怒るからね。え、なぜ？私が悪かったよ。泣いちゃって、それでイオちゃんを心配させたんでしょ？くだらないことで泣いてすみませんでした。いえ、そんなことは。でもね、だからって犠牲だとか我慢してるとか決めつけないでくれないかな。そりゃ、普通の JK に何させんのよとは思う。無理してないとは言わないよ。ですよね。でもちゃんとここまで積み上げてきたでしょ。イオちゃんと鋼さんと小耳ちゃんと4人で、私一人の犠牲とかじゃないでしょ。私を憐れまないでよ。なんかムカつく。ムカつくって。でも、でもですよ、紬お姉様は何も知らずに調律の巫女という大変な役目を背負わされて、なのに必死に頑張ってお役目を果たそうとして、そんな尊いお姉様にこれ以上我慢してほしくない。尊いもやめて。やめません。差別するな。差別じゃありません。私も鋼さんも小耳さんも最初から覚悟してます。もともと職業からして忍びと陰陽師です。 JK じゃないんですよ。やっぱ差別だよ。 JK で悪かったわね。差別じゃなくて区別です。公平な扱いを要求する。私は紬お姉様の付き人で護衛です。公平にできるわけがありません。仲間じゃん。仲間ですけど、紬お姉様は大切な人なんです。私にも鋼さんにも小耳さんにもできない、あなたにしかできないお役目があるお方なんです。やだ、もうわがままを言わないでくださいよ。ほら。え、ほらほらほら。な、何？私ちゃんとわがまま言ってる。はあ？無理して我慢して犠牲になってないよ。ちゃんとわがままだって言えるんだよ。紬お姉様？お気の毒な、かわいそうな調律の巫女なんかじゃないんだよ。なんたって私は普通の JK なんだからね。だから普通の、私の普通の友達でいてよ。尊いなんて言わないで、ちゃんと普通の。紬お姉様、私お姉様を悲しませてました。そうだね、特別扱いって極論言えば差別なんだよね。あなたと私は同じ人間じゃない、同じ場所にはいない、そう言われてるようなもんだよね。大事にされるのが嫌だとは言わないけど、大切な友達にそうされるのは寂しいんだって分かったかな。大切な
友達。すみません、私ちっとも考えてなくて。いいの、私もしてたかなって思うし、毒物友達にね、美人のあなたとは世界が違うんだってやってたと思うんだ。たまに寂しそうな顔してたもんね、あの子も。帰ったら謝らなきゃ。鈍感でごめん、寂しくさせてごめんって。つむぎお姉様、ごめんなさい。もういいよ。でもちゃんと言い返すからいいの。嫌だってわがまま言うから。イオちゃんと喧嘩だってできたでしょ。あたしと喧嘩？お姉様とあたしが喧したんですか？うん、口喧嘩だけど、さっきのは喧嘩だったよね。そうです、私紬お姉様に言い返して怒鳴った。へい、私も怒鳴り返したし。いやー、私ったらなんてこと。普通の友達なら普通に喧嘩くらいするよ。本当に紬お姉様は喧嘩した私を嫌いになりませんか？喧嘩して仲直りしてもっと仲良しになるんだよ。はい、仲直り。大切な友達だもんね。大切な友達ですもんね。さーて、マジで出口探さなきゃ怒られちゃうぞ。はい。紬お姉様。なに？気になっていたのですが、マカロンとはどんなお菓子なのでしょう？あー、今さら聞く？アフタヌテセットというのも知りたいです。いいよ、じっくり説明しちゃうよ。すっごく食べたくなっても後悔しないでね。後悔はしそうですけど、聞きたいです。あ、そうか。え？どうしました？私、イオちゃんに甘えてたんだって気づいちゃった。甘えてくださるのは嬉しいですが、いつ甘えました？マカロンが食べたいって号泣した時だよ。ん？寝ぼけてたのもあるけど、あんなことで思い切り泣くなんて、イオちゃんに甘えてなきゃできないよ。ね？かもしれませんね。甘えられてたんですか。嬉しい。あ、この不思議な場所はもしかして、また泡沫空間に落ちたってことかな。あ、鋼さん。つむぎちゃん、大丈夫？怖くない？どうやらまた一緒に泡沫空間へ落ちたみたいね。うん、全然平気。すっかりこの状況にも慣れちゃったから。あら、そうなの？だってここに来ると二人っきりでゆっくりおしゃべりできるでしょ。もちろんみんなとワイワイ賑やかにするのも好きだけどね。そう考えると泡沫空間に落ちるのも悪いことじゃないなって思ってるんだ。なるほどね。私もこうやってつむぎちゃんとおしゃべりできる時間は大歓迎よ。そっちの意味では泡沫空間に落ちるのも楽しみになりそうだわ。でしょでしょ。でも物は考えようっていうのは本当ね。つむぎちゃんってすっかりたくましくなっちゃって、来たばかりの時はあんなに戸惑っていたのにね。たくましいって JK に言う言葉じゃないけど、でも実際に人間ってなんだかんだで結構環境に適応するもんだよね。慣れすぎると逆に戻った時にギャップを感じちゃうかもだけど、そうならないうちに戻れたらいいな。
それはありそうね。元の世界で戸惑う紬ちゃんの姿も見てみたいわ。きっと可愛いでしょうね。もう鋼さん絶対面白がってるでしょう。あら、そんなことはないわよ。その顔は絶対あるって顔だよ。もうそんな鋼さんにはこうしちゃうんだから。あら、紬ちゃんったら情熱的ね。うわ、前にも思ったけど、鋼さんってからくりなのにめちゃくちゃ柔らかい。私の体に興味があるの？まあ気にはなるよ。だってこんなナイスバディからあんなすごい攻撃が繰り出されるのは未だに不思議だし。鋼さんの世界ではみんながからくりの体なの？赤ちゃんの時からミルクの代わりにオイル飲んでるとか？ああ、これは確かに私たちの世界ならではかしらね。生まれた時は私も紬ちゃんと同じ生身の体だったのよ。え？そうなんだ。じゃあなんでからくりになったの？私のいた世界では将来的に発生する病気や災害があらゆる情報をもとに計算されて運命として全て予測が出るんだけどね。え、すごい！ SF の世界みたい！それでそれで？それは運命だから、これからその人に何が起きるのか全てが分かってしまう。だから私の場合は将来的に発生する疾病を回避するために体の各部をからくりに置き換えたのよ。え？内臓とかもからくりに？そうよ。でもからくりといっても有機細胞でできている生体からくりだから柔らかいし温かい。ご覧の通り、こっちの腕以外は生身とそう変わらないのよ。うん、見た目じゃ全然わからないね。じゃあお姉さんを触って確かめてみる？え、いいのかな？触ったりしても？あら、先に紬ちゃんから抱きついてきたくせに。さっきの大胆さがなくなっちゃったのかしら？それともお姉さんの隠し気力に参っちゃったとか？あ、また私をからかおうとしてる。じゃあこれでも食らえ！ガチャ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 、どうだ？くすぐると弱いんだ。さーて、鋼さんはどこが一番敏感なのかな？どこもダメだから。待って。ダメでーす。待てません。次は背中かな？それともこの大きなおっぱい？この辺りかな？わきわき。あれ？もう許して。やめ。つむぎちゃんのドレス。鋼さんの体が敏感すのがいけないんだよ。ちょっとくすぐっただけでそんないい反応されたらついついやりたくなっちゃうし。さーて、次はどこにしようかな。ストップ。お邪魔虫が現れたから続きはまた後でね。あ、いいところで邪魔が。続きをするためにも片付けちゃおう。それはちょっぴり複雑な気持ちだけど、行くわよ。
鋼さん、よろしくね。いつでも呼んでちょうだいね。落ち着いていこうね。このまま進むわよ。お縄の術、あの扉を開ければいいみたいよ。それ。いざ。この扉を開ければいいみたいだよ。向こうに何かあるわね。私の術で行けるかしら。それ。お縄の術。通れるようになったわ。来
倒せそうよ。やったわ。やるじゃん。ヤッホー、 C ボタン。いい感じだわ。テレちゃん、ハグネスさん、あ、負けない。ヤッホー、ドラム。やるじゃん。ヤッホー、もう少しで。その調子よ。この程度なの？思ってたより手応えがないのね。最高よ。今夜は年代潤滑油で祝杯をあげましょう。いいところ、これから本領発揮ってところで中断されちゃった。遅うにしてもタイミングとか空気を読んでほしいよね。ほんとイングで来てくれてよかったわ。あ、鋼さんってばあからさまにホッとした顔してる。そんなことないわよ。つむぎちゃんとのイチャイチャな時間を邪魔されて残念って思ってたから本当に残念だわ。マジでそう思ってる？うん、思ってる思ってる。それじゃ早速続きよ。わきわき。後ろに逃げてたの？あら、別に逃げてたわけじゃないわよ。あからさまに逃げてたよね。続きをしようって言った途端に消えたし。もちろん続きはするつもりよ。ただし今度はつむぎちゃんの番ね。まさかたっぷりお返ししなくっちゃ。さて、つむぎちゃんはどこが一番敏感なのかな。それ。秋はやば、ダメ。ふむふむ、つむぎちゃんはここが敏感なのね。こちょこちょ。いや、くすぐった。ふむふむ、柔らかくて女の子らしい感触ね。お姉さん羨ましくなっちゃうわ。くすぐるうますぎ。ダメ、我慢できなくなる。だってお姉さんテクニシャンだから。お返しするなら全力でおもてなししないとね。ごめんなさい、私が調子に乗りすぎました。悪かったから。お姉さんに勝とうなんてまだ早いって分かってくれたかしら。はいはいはい
やらしい。ねえ、鋼さんの世界の話をもっと聞きたいな。つむぎちゃんの世界とはかなり違うわよ。聞いてもあんまり面白くはないと思うわ。そうなの？でも絶対私の世界より発達していそうだし、 SF アニメみたいな超高度な文明社会って感じだよ。 S アニメが何かわからないけど、少なくともつむぎちゃんの世界ほど娯楽は発達していないかな。娯楽が発達してないの？みんな賢そうで真面目とか、私みたいなアホの子はいりませんとか言われちゃう？私もつむぎちゃんを見ていて気づいたのだけど、多分つむぎちゃんの世界って私の世界より精力的なのよ。精力的、なんとなくやらしい響き。変な意味じゃありません。人間の想像力や行動力が大きいってこと。いた！鋼先生ごめんなさい。だからいろいろな娯楽が発達したのでしょうね。つむぎちゃんを見ているだけで可愛くて楽しいもの。娯楽っていいわね。鋼さんが楽しいならいいけど、バカな子ほど可愛いって言われてる気もする。それはちょっとあるかも。あーひどい。この任務を引き受けてよかったってしみじみ思ってるのよ。娯楽扱いもなんか複雑。でも鋼さんが任務で来てくれたのはすっごくありがたいし嬉しいよ。私も調律の巫女がつむぎちゃんでとっても嬉しいわ。たくさんの知らなかった感情や考えもしなかったことに気づかされた。とても感謝しているのよ。ありがとう。私鋼さんにお礼言われるようなことをした？鋼さんには助けてもらってばかりだと思うんだけど。私、いえ、私というより私の世界かな。人類を導く存在というのがあって、それに頼りっきりになっちゃっているのね。導く存在？神様みたいな？神様とはちょっと違うかしら。未来を予測して運命として教えてくれる存在ね。運命を告げられたら誰もそれに抗おうとはしないのよね、私の世界では。百発百中の占い師さんがいて、その人の言う通りにすれば間違いないってことかな。占いは私の世界にもたくさんあるけど、信じる人もいるし信じない人もいるよ。つむぎちゃんは？私は、そうだね、いいことは信じて悪いことは信じないかな。どうせ占いのことすぐ忘れちゃうし、それに人にこうしなさいって言われてするのってあんまり好きじゃないかも。それって自分が頑張って成し遂げたって胸が張れない気がしちゃうしね。つむぎちゃんらしいわね。あ、別に鋼さんの世界の占い師さんをどうこう言うつもりじゃないんだよ。第一、百発百中の占い師さんなんてこっちにはいないから。ええ、でもたとえいたとしても運命だからと定款したりはせずに抗うのでしょうね、きっと。つむぎちゃんがずっとそうしてきたように。好きよ、つむぎちゃん。うわー、鋼さん、唐突！いいよ。嫌じゃない、びっくりしただけ。お返し。でも、そろそろ帰らないと怒られそう。何かあっちが揺らいで見えるし。ああ、
紬ちゃんと話してると楽しくてつい、ね。二人に叱られる前に早くここを出ましょうか。